地は200万年前の地層と化石が見える宇狩里山公園。今回は公園とその周りの地層をガイドします。案内役は静岡大学教育学部地学教室の信原が務めます。よろしくお願いします。こちらは、公園を工事していた時にできた丘陵の断面で地層の綺麗な縞模様が見えています。県道そばの側の駐車場の崖にはその地層の壁が保存されています。見えている地層の名前は宇狩里層で、今から約200万年前に浅い海で堆積した砂や泥の地層でできています。それでは地層に近づいてみましょう。地層を近くで見てみるとこのような細かい縞模様が見えています。灰色のところが泥、茶褐色のところが砂、泥っぽい砂の部分もあります。このような縞々は砂や泥などが水の流れで運ばれて積もり作られていきます。流れの性質、速さや流れの向きなどによって砂や泥のうちどれが積もるのか、またその重なり方や模様も変わります。またよく見ると縞模様が乱されているところがあります。これらは地層が積もったすぐ後に海底に住む生き物が地面を掘った跡です。このように生物の活動した後のことを生根化石と言います。地層の壁の下の方には貝化石の溶けた跡がなんとか見られます。皆さんは見つけられるでしょうか。白で囲ったのが貝殻の跡です。貝殻の表面の模様の跡も一部残っています。この貝は現在水深10から50メートルに生きている二枚貝、砂糖貝の祖先の種スカファルカキャステラータです。2枚の殻はバラバラになって積み重なっています。水の流れでどうやら運ばれたようです。この砂の層は水深10メートルよりは深い場所で溜まったようです。里山公園から1キロメートル北、宇狩里川源流では第二地層が沢沿いの壁に見られます。礫や貝化石がたくさん含まれる砂の層です。これらの貝化石は砂糖貝の仲間など水深50メートル浅い海に住む種類です。公園で見られた宇狩里層と違うのは泥がないことです。外海では水深が20メートルより浅いと波の影響で泥は積もらないことが分かっています。ここは波によって削れたり運ばれたりが繰り返される浅い水深であったことが分かります。このような場所のことを外浜と言います。宇狩里川源流は200万年前は岸辺だったことになります。今宇狩里川源流域は外浜であることを紹介しました。先に紹介した里山公園の宇狩里層はそれよりやや深い内側陸棚になります。袋井から掛川一帯にかけては200万年前前後の地層が同じように見られますが、南に向かってより深い化石や地層の特徴を示すようになります。宇狩里のやや南では水深が50メートルより深くなり外側陸棚に、掛川駅より南では水深200メートルより深い、つまり深海の泥の地層が主役になります。これらをもとに200万年前の海の様子を描いてみるとこのようになります。灰色の部分が陸、青が海です。里山公園の周りは200万年前は南に開けた海の沿岸だったことがわかります。地層を手がかりに昔の大地の様子を知ることができます。